腸活ダイエットの専門家佐藤澄香です。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。今回のテーマは業務スーパーで選んだ痩せる食材トップ3ということで、あなたに美味しい食材ねお伝えしていきたいと思います。では一つ目の項目です。なぜこの業務スーパーの食材で痩せることができるのかという、その痩せるポイントを3つお伝えしていきます。まず1つ目です。こちら、あなたの腸内環境を整えてくれる材料が使ってあるからなんですね。いかがですか？あなたの腸内環境大丈夫ですか？私もですね、過去この腸内環境を崩した結果、もうひどい体調不良のね、今よりもプラス10キロ太っていたというそのね、黒歴史があるわけなんですけれども、もしあなたが今ですね、どんなことをしてもなかなか痩せないとか、もう目の前夏が来てるのにね、もう何とかしたいって思ってらっしゃるようであれば、まず何をしたら良いのか、それはあなたの腸内環境を整えてあげることがもう大前提になってくるんですね。そうすればあなたの腸内にいる腸内細菌ですよ、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちがしっかりと増えて元気になって、いつまでもあなたの腸でね、もうここ最高やんって暮らしてくれる状態になったら、あなたは自然と根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるんですね。ここを無視して痩せようと言ってもそれはね、できないですよ。なぜかというと、やっぱり腸内細菌とあなたはもう共存ですから、そこを切り離してしまっても絶対にゴールはね、見えないということになります。そのために必要なやはりお食事をとることが大事なんですけども、今回お伝えする食材はその腸内環境も整えてくれる食材なんですね。では2つ目です。栄養価が高い食材です。これも大事ですよ。結構いらっしゃるんです。食べてるのに栄養不足っていう方がね、多いんですね。どうなってらっしゃるかというと、食べ過ぎたことによって腸が疲れてしまって、まあ、要するにあなたの腸がもうね、もうやだ、働くの疲れたって言ってね、働いてくれないんですよね。そうすると、あなたがいくら食べても食べても、消化と吸収ができないわけですから、栄養が取れてないんです。そうすると、痩せホルモンを作る材料ができないわけですから、結果、もうどんどん太ってしまうっていうことの、まあ、要は、負のスパラルへとですね、入ってしまいますから、しっかりと栄養を取る必要があるんですね。そして3番目です。脂肪の吸収を抑える効果もあります。これ大事ですよね。もうこれ以上溜め込んだ脂肪をまず増やさないことです。そして溜め込んだ脂肪をいかに捨てていくかっていうね、この作業がダイエットですから、そのために必要なお食事をあなたは腸活メニューを通じて取っていただくと丸ということになるんです。では、項目の2つ目です。何をということで、今回あなたにお伝えする業務スーパーさんの痩せる食材というのは、先ほど項目1でお伝えした条件を全てクリアしている食品になります。ではここから最後3つ目の項目です。どのようにということで、今回私が腸活ダイエットの専門家の観点からあなたのために選んだ痩せる食材3つあります。今回は業務スーパーさんで選んできました。でまず1つ目の食材はこちらになります。もうね、見ただけで美味しそうでしょ。フルーツたっぷりのミューズリーです。でこちら完全無添加になります。でこちら原材料名はね、結構いろいろなものがミューズリーですからね、入ってるんですけれども、やはりメインはオートミールの材料でもありますオーツ麦ですね。そして全粒の小麦のフレーク、あと乾燥デーツ、乾燥バナナ、乾燥イチジク、乾燥クランベリーとコーンフレーク、まあ、トウモロコシですね、とあと食塩とね、ちょっと味付けでお砂糖が入っているのはクランベリーだけかなが入っています。それ以外はもう完全無添加ということになりますし、この書いてある順番がこのミューズを作るために必要なその材料の多い順番から書いてますから、まず1番目に来ているのがこのオーツ麦です。でこのオーツ麦というのは、まあ、オートミールですよね。よくご存知だと思うんですけども、オートミールはですね、オーツ麦からできています。で腸内環境を整えるために必要な食物繊維がものすごく、ね、いっぱい入っているんですよね。なのであなたの腸の大掃除、そしてこの食物繊維を取ることで善玉菌、要は痩せ菌たちの餌なんですね。もう大好物なわけです。その餌をちゃんと毎日毎日毎食毎食食べさせてあげてますかっていうことなんですよね。そこが痩せるポイント。
そして食物繊維を取るとあなたの暴走する食欲をねぐっと抑えてくれる効果もあるので、ぜひ味方につけていただきたいなって思います。でまた低GI食品です。もうオーツ麦はですね、ここにも書いてますが、白米よりもその血糖値の急上昇が少ないために脂肪の蓄積もやっぱりね少ないんですよね。そういった食品になります。あとは実はタンパク質も豊富です。タンパク質がないと痩せることができませんよ。もう全ての体の材料になりますから、しっかりとここでタンパク質を摂る必要もあります。そしてまたね、栄養価が高いですね。ビタミン、ミネラルが豊富です。白米みたいにいろんな栄養を摂ってしまった後のお米よりもやはり栄養価が高いですね。なので余談ですけれども、お米だったら白米よりもやっぱり玄米がおすすめです。そして嬉しいのが、白米を食べるよりも低カロリーなのがこのオーツ麦になります。はい、では次の痩せ効果の食材なんですけども、この2番目3番目に書いてる乾燥デーツ、デーツでタツメヤシのね実のことなんですけども、いかがですか、あなたもこうミューズリーって普通購入されると、よくこう乾燥したストロベリーとか干しぶどう、レーズンとか、なんかナッツとか、なんかそんなものが結構入ってるミューズリー多い中で、こちらのミューズリーはですね、原産国がチェコから、ヨーロッパチェコから来てるんですけども、一番最初に多く含まれているその果物がデーツって珍しいなと思ったんですね。で私そのデーツそのものも大好きなので、おやつの代わりによく食べることも多いんですけれども、このデーツが乾燥した状態で入っているミューズリーになります。なんかこうお国柄なんでしょうか、なんか楽しいですよね。全然違うな、こう配合が違うなと思って手に取ってます。デーツはまたすごいのがですね、腸内環境をね整えてくれますし、なんといってもそのために必要な食物繊維が豊富、そして太るもとです。糖質の代謝を上げてくれるので、どんどん脂肪をね燃やしてくれる効果も高い。そして実はですね、結構甘いフルーツなんですけれども、味から比べますと脂質やカロリーがね案外低いというのがこのデーツになります。でまた低 GI 値食品ということで血糖値の急上昇を抑えてくれる、要するに脂肪の溜め込むのを抑えてくれる効果がある食品というのと、カリウムが豊富ですから、キュッとねタプンタプンしたそのむくんだ状態をキュッと絞る効果もあります。はい、そして今回このミューズリーに入っている材料いろいろありましたけれども、ちょっとかいつまんでこれはっていうものを今回トピック上げてお伝えしています。最後トウモロコシ、コーンフレークが入ってますけど、このコーンフレークももちろんお砂糖なんかついてませんよ。本当にコーンと食塩だけでできているコーンフレークなんですけれども、トウモロコシもやっぱり痩せ効果はあります。何かというと、太るのと糖質を代謝することが促進できますから、要は脂肪を燃やす効果があるんですよね。ビタミン B1 とかアスパラギン酸の効果です。でまたもうこちらも一緒、腸内環境を整えてくれる食物繊維が豊富、血行促進してくれて、どんどん代謝も上がる、そして悪玉コレステロールを減らしてくれる効果もトウモロコシにはあるんですね。でまたこちらもむくみ改善、カリウムが入っていますから、こちらも改善効果があるんです。では次に痩せる食材の2つ目はこちらです。はい、国産のアカシアハチミツになります。瓶も可愛くてね、色もやはり綺麗なんですよね。こちら国産アカシアハチミツの1瓶が 130g になりまして、京都で作られているハチミツですね。でもちろんご存知と思いますが、1歳未満のハチミツのね、その菌に対してまだ抵抗力が低い赤ちゃんには与えないでくださいね。やはりハチミツっていろいろあるんですけれども、おすすめはこういった国産のハチミツになります。実は海外からの輸入物というのはやっぱりね、どうしても加熱してしまう工程が一度入りますから、ちょっと栄養価の面でも下がってしまうということがねありますよね。なのでせっかくでしたら、やはり国産の良い蜂蜜を召し上がっていただくことで、よりダイエット効果を上げることができるんですね。ちょっと見てみましょう。実はね、蜂蜜先生太るんじゃないですかっていう質問も結構ねいただくんですけども、もちろん取りすぎてしまってはカロリーがやはり高いので太りますが、逆に適量を取ると痩せることができるんですね。でまた白砂糖やいろんな人工甘味料を取るよりも、絶対に蜂蜜の方が痩せ効果はある、腸活の観点から言いますとありますから、ぜひ参考にしてみてください。脂肪燃焼効果が実はあるんですよ。アミノ酸が豊富です。でまた腸内環境を整えるために必要なオリゴ糖やグルコン酸も入っています。
で、そしてポリフェノールも入ってますから、どんどんこの脂肪をね、燃やす効果をここでも得ることができますし、なんといっても栄養価が高いんですということで、冒頭項目1つ目でお伝えした通り、栄養不足のままですと痩せることができませんから、蜂蜜の栄養価を使って痩せ体質になることができるんですね。はい、では3つ目の食材はこちらになります。オレンジ&ベリーミックスになります。1袋 300g 入ってまして、原産国はカナダですね。で、何が入っているかと言いますと、ブルーベリー、ラズベリー、そしてオレンジが入ってます。で、よくあの市販のベリーミックスって、だいたいブルーベリー、ラズベリー、クランベリー、ブラックベリーとか、そのストロベリーとか、まあ、要はベリー系で固まってると思うんですけども、このカナダのですねベリーミックスはオレンジまで入れてくださってるんですよね。で、面白いのが、ブルーベリーはホールのまんま、丸のまんまなんですけれども、ラズベリーとオレンジが細かな粒状に砕いてくださってるので、アレンジしやすい一口サイズということで、ここにもねこうキャッチコピーが書いてあるんですけど、これすごくねいいなと思ってるんですよね。食べやすいですし、もちろんヨーグルトなんかのねトッピングにもおすすめになります。で、このベリー効果ですね、こういったミックスベリーの効果をお伝えしていきますね。こちらはいろんなフルーツってやっぱりそのお砂糖よりはいいんですけれども、やっぱり果糖が含まれていますから、食べ過ぎたらどうしても太ってしまうんですよね。甘いわけですから、もちろん糖分が高いわけです。そんなフルーツの中でも、こういったベリー系のフルーツっていうのは実は糖質がすごく、ね、低いんですよね、他のフルーツと比べて。なので安心してダイエット中でもフルーツ食べたいっていう方にはやっぱりベリー系おすすめになります。例えばブルーベリー、ラズベリー、ストロベリー、ブラックベリー、ベリーベリーベリーと、ね、続くフルーツになりますね。そしてこのベリー系のフルーツを適量召し上がりますと、脂肪燃焼効果があったり、また食物繊維が豊富なので腸内環境も整えることができますし、アントシアニンとかポリフェノール、アントシアニンは特にねブルーベリーに多く含まれていますけれども、そういったアントシアニンやポリフェノールが入っているということが、またこの脂肪燃焼効果につながっていくんですよね。そしてビタミン C、いちごにも代表されますけど、ビタミン C も豊富ですから、こういった栄養を取りながら脂肪を燃やすことができるんです。はい、そして今回その冷凍のねこのフルーツミックスの中に、今回オレンジまで入ってましたよね。なかなかオレンジってないと思うんですけども、実はオレンジも柑橘系で痩せ効果が高いフルーツになります。脂肪の蓄積を抑えるイノシトールという成分も入ってますし、便秘改善にも効果があるのがオレンジです。そしてまたあなたのコレステロール値を下げてくれたり、フラボノイドが入ってますから免疫力もアップします。今ねこういった環境ですから、あなたの免疫力をしっかり上げることが大事。腸が元気になれば全体の免疫細胞の 7-8割はもう腸で作られてますから、あなたはしっかりと腸を健康にきれいにすることで、健康的できれいに痩せることもできる、また免疫力も上げることができますから、ウイルスに負けない体作りもここでできるわけです。ではここから最後に、今ご紹介した痩せる食材3つを使った痩せる効果の高いレシピをお伝えして終わりたいと思います。今回は先ほどの材料に加えて、さらにちょっと追加でねご準備していただくものがあります。それがこちらです。豆乳を使うんですけれども、要は大豆製品を使うことで痩せ効果がまたアップするんですよね。腸内環境が整ってイソフラボンが取れますから、私たち女性には嬉しい女性ホルモンの代わり、エストロゲンに似た効果を発揮してくれますから、脂肪燃焼効果、悪玉コレステロールを抑えてくれる、また代謝を上げてくれる、こういった嬉しい効果を大豆で取ることができます。で、また食物繊維も豊富なので、もちろん環境も整いますし、高タンパク質、大豆オリゴ糖、コレステロール値も下げるということで、こんなにダイエット効果があるんですね。そしてそんなダイエット効果の高い大豆製品でできている今回豆乳ヨーグルトを使っていきます。もうかぶりますけどね、腸内環境を整って血糖値の急上昇を下げて、タンパク質、脂肪の蓄積を抑えて、コレステロールがゼロなのが動物性のヨーグルトと違う点ということになります。それでは今ご紹介した3つの痩せる食材を使った美味しいレシピ、あなたにお伝えしていきますね。腸活ミューズリーになります。材料です。先ほどのこちらミューズリーを 50g と、あと無調整の豆乳を 150g、
そして先ほどお伝えしたその冷凍のね、カナダ産のミックスベリーを大さじ2杯、まあ、もちろんこちらね、お近くにあるミックスベリーの冷凍のものでもいいと思いますを大さじ2、あとは純粋の蜂蜜を大さじ1ということで、この材料を準備してください。では作り方です。2つ目、深めの耐熱容器を準備してくださいね。その中にミューズリーと豆乳を入れてふんわりとラップをかけましょう。2つ目です。そのまま電子レンジ600ワットで約2分加熱します。そしてすぐ食べるのではなくって、3つ目、そのままね3分ほど蒸らしてくださいね。最後はお好みで結構です。お好みでベリーや蜂蜜を入れたら完成ということになります。それではここから私が実演の動画をご準備しております。作り方具体的にご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうか。今回は業務スーパーさんで見つけた完全無添加の痩せる食材3つということで、あなたにお伝えしてきました。あなたなりのアレンジでもいいです。ただし食べ過ぎてしまっては NG ですから、適量を毎食ですね、上手に工夫しながら召し上がっていただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。